かつて神から特別な力を授かり、救世主と呼ばれた男がいました。彼の名はアーデン・ルシス・チェラム。ルシス王国初代の王になるはずでした。警備隊の隊員が行方不明となっていることが分かりました。行方不明となっているのはマルス・サピエンティアさん、28歳男性。同僚と所定の時刻に配置に着いたとのことですが、その後姿が見えず、現在も捜索が続いています。マルス・サピエンティアさんは大柄な男性で、外見上目立った特徴はないとのことですが、制服のまま行方が分からなくなっており、オート警察では広く情報を求めています。王国広報局よりお知らせです。本日はルシス王国の建国記念日です。初代王トムヌス像の展示や記念パレードなどの催し物が中央通りを中心としたオート城周辺エリアで開催されます。皆様お誘い合わせの上どうぞお越しください。以上、王国広報局よりお知らせでした。行かなくていいのかい？お天気です。あんた警備隊員だろ。本日のオートは晴れて青空が広がり、穏やかな一日となるでしょう。これから別の仕事でね。国境付近の一部では夕方から夜にかけてやや荒れ模様となる見込みです。以上、ニュースと天気を。これがソムヌスが作った街。俺を殺してまで作りたかった国がこれか。塀の外では戦争をしてるってのに、のんきなもんだ。自分が安全なら他はどうでもいいか。塀に囲まれて世界の広さにも気づかず、これが。さあ始めようか。あれ？これだから神様って。
アーデン。本当にそんなことあるの？本当さ、誰にでも間違いはあるんだね。ねえ。疲れているようだけど大丈夫？心配ない。俺は神から授かったこの力で一人でも多くの人を救いたい。神のご意志に報いたいんだ。神はきっと見ていてくださる。信じて成し遂げて。大丈夫、あなたには私がついてる。とにかく今のあなたに必要なのは二つ。一つは休息。もう一つは私よ。生きている。古文書の通りだ。誰だ？運べ。異常なし。了解。現在対象を移送中。予定通り医療班の準備を開始する。そちらの状況はどうか？問題ない。特に異常な、戻せ。手段は問わん。あれをこの島から出してはならん。やめろ、やめろ。俺に構うな。
力だ。おい、